はい、どうも皆さん、こんにちは、沖縄です。今回は8月の26日ですね、現在動画を撮っていますが、まあ、新しいね、水曜日の更新日が近いというわけで、まあ、石がたくさん手に入る、イベントの更新とかがあったりするんで、そちらのね、やっといてほしいことをまとめやっていこうと思います。で、後半の方ではですね、先週の、情報まとめの時がサーバーメンテナンス中に行ったんですよね。で、実際サーバーメンテナンス開けてからのアップデートのまとめ情報とか見てなかったんで、こちら話していきつつ、まあ、ちょっとね、現段階の周年終わりのレジェンズがどんな感じなんかっていうところをね、共有しながら話していけたらなと思っております。というわけで、まずは、イベント更新についての話していきましょう。今回はね、まあ、結構いろいろあります。まず、おすすめのところ、これ亀川流の教え、先週からかな、来ていました。まあ、いつも通りの、1日1回やりましょうのやつなんで、受け取ってください。ほんで、長熟ラッシュですね。次の水曜日かな。で、更新が入ります。なんで、これもやっといてもらって。そして、教頭ですね。これ、先週始まったばっかりだよね。でも、あと1日ってなっていますね。これほんまに？ちょっと、見ていいですか？なんか、今回新しい難易度とかが来てて、ややこいんで、一応こっちで見ときましょう。明日、明後日で終わんの？あ、28日で終わるわ。1週間の開催なんですね。で、今回はね、新しいユニフラが来ていました。はい、これね。まあ、条件達成すれば結構強力なやつなんで、ぜひとも入手してほしいんですが、今回のさ、一番最高の難易度めちゃくちゃむずいですよね。これちょっとびっくりしたわ、マジで。しかもチャレンジが全タイプ積んで、1回はクリアしないといけないっていうわけで、まあかなり難しかったんですが、はい。まあ、やれた方いたでしょうか。その分報酬はね、一発クリアすると一気にもらえるんで、まあいいかなと思うんですが。ちなみに、それぞれのタイプ僕は、打撃がウルトラベジットブルー、射撃がウルトラ身勝手、防御が何だったかな？ウルトラスーパーベジットだったかな？で、援護が海洋神あたりでやってましたね。結構ね、身勝手が強いって感じたんで、身勝手と他の強い赤のキャラクターっていうので固定して、一個ずつクリアしていった方がいいかなと思いました。チャレンジはね。はい、もう無理やったらこっちで、上級で全然いいと思います。そんなに報酬としては、もらえる内容変わらないんで。っていうところかな。で、いつも通りの冒険のミッションですね。これも切り替わりになるはずなんで、見ておきましょうか。もうクリアしちゃってるかな。あ、これですね。はい、残り1日なんで受け取りましょう。はい。ここのおすすめ欄については以上かな。ほんで、PVP ですね。今回シーズン水曜日で変わります。おいいい煽りメッセージ邪魔や28日で、終了となるんで、忘れずに。ほんで、交換所ですね。今回も特別シーズンとなってるんで、長熟ゲットブロリーね。これで石300個とか、あとこのフラグメントね、厳選しといてほしいんで、やっといてください。まあ、フラグメント強化祭は終わっちゃったんですが、そんなところですね。で、地下の大会も、あさって終了になります。はい、28日で合ってますよね。はい、28日ですね。なんで、また石1500個ゲットできるんで、絶対に、忘れずにやってください。で、ガチャですね。ガチャは、このブロリですね。新しいブロリが9月の4日までなんで、まあ、残り1週間ぐらいかな。開催となっています。Z パワー2倍ですね。で、ウルトラ身勝手が、今月末。ウルトラブロリも今月末。ブロリめっちゃ強かったよね。正直言って、こっちより強いかもしれん。新しいブロリーより。そんぐらい僕は戦ってて脅威に思ったんだけど、どうかな。めっちゃ強いなって思いました。で、イーシンロンは、等倍排出なんですけど、まあ、一応ね、こちらも4日までやっているんで、まあ、イーシンロン強いっちゃ強いんでね、GT めっちゃ好きな方は母体確保ぐらいはやっといていいかもしれない。っていうような、具合となっていますね。あとは細かいミッションですね。超次元共闘を超時空ゲット。で、このいつもの冒険書を受け取れるやつの原作再現のやつですね。で、冒険ミッション。あとね、この、龍拳じゃないんですけど、覚醒の黄色のブロリーの、覚醒 Z パワーのミッションが残り1日なはずなんで、そこはお忘れなくやってください。っていう感じかな。はい。というわけで、お知らせのやっといてほしいことについては以上になります。で、ちょっとしたね、なんか問題とかが、
起こっていたりするんで見ていきましょう。まずこちら X のアカウントによる引き継ぎができない問題っていうのがあるみたいです。現在できないみたいなんですが、まあそのうち復旧するっぽいんで、うん、ちょっと心配だけど、今は引き継ぎできないみたいです。他の何だったっけ、何があるんだっけ、 Facebook とかもあるんかな。 Facebook って終わったんか。まあ、バンダイナムコ ID が一番安全やと思うんで、それでやっとくのがおすすめかな。そしてこちらのギルドバトルですね。これサーバー面って開けたらすぐやんのかなって思ってたんですけど、なんとお知らせにね、ギルドバトルはさらなる品質向上のため、開催を8月から延期しますと言ったわけで、伸びちゃいました。マジか。マジか。うん。これ確かね、ギルドバトルやりますよって言われたんが、だいぶ前なんですよね。もうちょっと忘れた。ウルトラ元気玉の時だった気がする。もしかもっと前かもしれない。のゆるレジェの時に発表されてたんですけど、ね、それが8月に来るよって分かってさらに伸びたみたいですね。うん、マジか。まあ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 、うん、シルバー以上のギルドが参加できるみたいなんで、まあブロンズのギルドの方はちょっとラッキーかもしれないけど、はい、とりあえずまあ構えておきましょう。さあ、てなわけでバージョンアップについてのまとめがここに書かれているんで見ていこうと思います。アプリのバージョンアップを8月の21日に行いました。記念プレゼントで石200個届いています。嬉しいね。で、アップデート内容、これね、絶対強化スロット1のやつができるようになるアイテムが配られました。はい、全員に3枚を特別プレゼントって書かれていますね。ほんで、ショップの方にあるんだよね、セールが。それ見ますか。はい。まあ、これはね、結構欲しい人多いと思うんですよね。ただ、50枚で2400円します。結構高いね。結構高いね、これ。まあ、あんまり、まあ、でもショップで手に入れるしか今方法ないからね。昔のユニフラとか、なんか、共闘のユニフラとかは特にやりたいよね。っていう感じはしますね。まあ、ぜひ、買いたい方は買ってください。はい。まとめ戻ります。そして、こちらですね。これ、神ね。フラグメント最強化を一括で実行できるようになったというわけで。いや、これはね、本当に、レジェンズ市場の中でもかなり上位に来る神アップデ内容じゃないかな。ずっと望んでたよね。っていうわけで、いや、ありがたいっすね。ただ、これについてちょっと喋りたいこともあるんで、後で見ましょうか。そして、これもいいですね。フレンドバトルのアップデートが入りました。PVP のメンテ中もフレンドバトルが遊べるようになったと。これいいですね。さらに、プラウドルールも遊べるようになりました。これでまあ、フレンドバトル盛り上がるといいね。本当はね、なんか、トーナメントバトルとかもずっと言ってるけど、実装してほしい。ただ、結構ね、このフレンドバトルに、僕がたまにね、X とかで募集かけたりするんですけど、僕のリスナーさんが何人か入ってきてくれるだけでも、結構ロビー詰まってエラーになったりするんで、そういうのはやっぱ難しいんかな。一気に、同じロビーに入るみたいな。いや、レジェンズのフレーマで、トーナメントできるようになったらめちゃめちゃいいと思うんですけどね。盛り上がると思うんだけど。選出画面が30秒から60秒に戻っていたんで、それはいいなって思いました。ちょっと30秒短かったしね。その他アップデート、ドロップ確率アップ、獲得数アップのボーナスアビリティを持つキャラクターを優先して編成できるようになった。なあ、京都レイドね。で、ドロップ確率アップのボーナスアビリティを持つキャラクターを優先し 100% になった後は獲得数アップのキャラクターを優先して編成します。それはいいね。だからお任せ編成が良くなったってことでいいんかな。ボーナスキャラクターで相当する際、ボーナス値が大きいキャラクターから表示できるようになりました。いいね。なんか、5枚とか、レイドで5枚とかもらえるやつが、真ん中とかに来てて見にくかったもんね。そして、出撃条件に指定されているキャラクターをより分かりやすくするため、番号ではなくアイコンを表示するように変更。ソウルブーストの自動選択、これ、神ね、本当に。まあでもこれもちょっと、あれなんだけどね、7レベル、なんていうの、ソウルブーストの段階があって、1レベルずつしかね、だから覚醒コア2つずつしか開けれないっていうのがちょっとあれだけど、なんかちょっと思ってたとは違ったけど、かなり楽になっててよかったですね。はい。で、その他不具合の修正がずらって書かれている感じになりますね。はい。まあまあ、
かなり今回は良かったんじゃないかな。うん、周年明けなんで、だれるアップデートになるかなって正直ちょっと心配だったけど、いや、かなり良かったんじゃないかなと思います。はい。ほんで、フラグメントについてなんですけど、一括強化はめっちゃいいんですけど、このね、画面でゼニーと、フラグメントのリムーバーの数が見れなくなったんがちょっと不便だなって思いましたね。なんで消しちゃったんだろう。絶対残しといてよかったと思います。で、マジで早いんですよね。なんでもいいんですけど、まあ、これやるとしたら、一括強化するとガチで早いから。いきますよ。チュビチュビチュビーンってなって。これめちゃめちゃ楽ですね、ほんまに。うん。このせいで、もうリムーバーの消費量がいかつくなったんで、いやー、ちょっと桁増やしてほしい感はある。こんだけ早くできるんだったら、もう9999個持てていいかなって思うんで、ちょっと運営さんそこはお願いしたいですね。はい。という感じで、まあ、アップデートされるとね、またその分かゆいとこが出てくるんで、なかなか難しいですが、いや、ほんまに良かったと思います。ほんで、ソウルブーストの一括解放ね。これもまあちょっとかゆいんだよな。自動選択すると、ちょっとソウルが足りねえ。一括でね、覚醒コア開けてくれるようにやって、いいのはいいんですけど、これやってみますよ。やると、これ、レベル1のとこしかやってくれないんですよね。これちょっと途中で止まっちゃったんで分かりにくいですけど、1しかやってくれなくて、2とか3とかは結局1個ずつやらないといけないんで、それが、まだ不便だなって思うんで、もう正直言って7までもうパッてやってくれたらいいと思うんで、そういうところは、まああれかな。そして、ブロリー祭始まってから、こんな感じのスペシャルミッションが追加されました。Z 劇場版編メダルを集めることによって、なんか、めちゃめちゃ石とかリムーバーが手に入るっていう。これクソありがたいですよね。無料石。1500個も手に入るんで。いや、すげえなって思いました。普通にこの前までね、レイドやってて結構石配られてたのに、またミッション追加してくれて。マジで神だなって思いました。無料石の配布もあったしね。アップデートで。はい。といったわけで。まあ、ちゃんとね、このミッションも。まあ、こっちは期限あるからあれですが。PVP と力の大会とその他もろもろ。共闘のね、交換所とかも石交換できるし、かなりね、たくさん手に入るんで、マジでね、ちゃんと、レジェンズ遊んでほしいなと思います。ただね、今、ブロリー祭りって言ってやってるけど、なんかドッカーバトルの方でも、やってるらしいんですよね。このブロリー祭みたいなのが来るらしくて、ちょっとなんかこっち霞んじゃってる感あるよね。正直言って新キャラも、なんかクソ強いって感じもしないし、どっちもね。なんで、なんかどっかに飲まれてる感あるけど、向こうが、なんていうの、ハーフアニバーサリー的な感じだよね。なんで、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないけど、まあ、今のところレジェンズブロリー祭り、なんとも言えない感じなんで、ちょっと頑張ってほしいなって思いますね。パラガスの新キャラとか5体ぐらい出したら盛り上がると思うけど。はい、という感じで、今回は、レジェンズのアップデート、そしてやっといてほしいことをまとめて喋らせていただきました。またね、お知らせ更新水曜とかにでっかいのが来たら、その都度紹介していきますんでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。